重ねた小さな山や丘になった森土であるが、塚が意味合いとして一番近く。土類や古墳、墳丘墓なども日本では塚という。英語圏では墳丘墓や遺跡の塚状の土木構築物もしくは建造物の土台としての森土などを指し。し用途を特定しない場合も多い。例えば先コロンブス期の北米ではアデナ文化、ホープウェル文化。 ミシシッピ文化などが繁栄し、多くの墳丘墓や塚城の土木構築物を残した。これらの文化の担い手たちは、マウンドビルダーと呼ばれた。世界遺産にもなっている、イリノイ州、カホキアにある、モンクスマウンドは、その恒例として挙げられる。日本においては、野球のグラウンドに設けられた、ピッチャーズマウンドの略語としての、マウンドが、一般的である。 本校で解説。マウンドから投球する、投手マウンドとダートサークルマウンドとは、野球において投手が投球する区域のことである。上から見ると円形で、土を盛って、周囲のグラウンドよりも高くなっている。中央には、投手板と呼ばれる白色の板が埋め込まれている。なお、投手の、投板という語はこの投手板の位置につくことに由来する。 野球に類似した競技であるソフトボールには、マウンドはなく、ピッチャーズサークルと呼ばれる、平坦な円形の区域の中に、投手板があり、そこから投球する。直径18フィートの円形に土を盛り上げた構造で、高さは10インチと決められている。俗にオ案ンを伏せたような形と言われる。マウンド中央に埋め込まれた、投手板は横24インチ。 縦6インチの長方形で本類の五角形の先端から投手板の本類側の円までの距離は60.5フィートである。投手の投球動作の際には足が投手板に触れなければならない。投球練習場ではマウンドはスペースの節約のため円形ではなく横長になっている。一般的にマウンドがより近くより高くなれば投手は 投球に角度とスピードをつけることができるため、物理的に有利であるが、19世紀においては、投手が投げる、長方形の区域が設定されているだけで、マウンドは存在しなかった。19世紀後半、投球ボックス内に土が盛られるようになったことを受けて、メジャーリーグにおいて投手が優位になりすぎないよう、1893年に、マウンド上に投手盤を設置することが、 ルール上明記された。以後、投球技術の向上に伴いマウンドの高さについて、次のように、ルール改定がなされている。また、本類からマウンドまでの距離も1881年に、従来の45フィートから50フィートに変更され、現在のような60.6フィートを、はじめ、1点台が7人もいた。なお、日本のプロ野球における、 同様のルール改定は1988年に行われている。マウンドの傾斜については1フィートにつき1インチの勾配をつけるとされているが、実際にはマウンドの中心に投手版が一致しないため均等な勾配にならないほか、野球場建設の際にそれほど精密に測っているわけでもなく、整備状況によっても微妙にルールとの違いが出る。また、投手が 自らの投球動作を行いやすくするために、マウンドの土をスパイクシューズで鳴らしたり削ったりすることでも、ルールとの差が生じる。マウンドに用いられている土の材質も野球場によって違うため、投手によっては特定の野球場のマウンドに対する得て、増えてもあると言われている。また、古くから球場ごとに、ホーム側と、 ビジター側との環境に差があることも多く、東京ドームや名古屋ドーム、明治神宮野球場などいくつかの球場で、ビジターのブルペンが実際のマウンドの傾斜、硬さと違う、といった不満の声が出ることも少なくない。NHKBS1 の番組、球児園においても、松田スタジアムでは、グラウンドキーパーがその日の味方先発投手の投げやすい、 硬さにマウンドを調整することもあると語り、西武ドームでは他球団の現役選手からブルペンとマウンドで高さが違う、他球場より傾斜が少なくフォークが落ちにくいなどといったホーム側に有利な点が言及されている。ドーム球場の多くには野球以外の仕様で平面を確保するためマウンドを地面の下部に収納できる可動式機構がある。ありがとうございます。